密室からの脱出、運命をつなぐ35の謎。やったじゃん。もういい、もういい、助けてくれ。やったじゃん。いやもういいよ。二人に漢字出てるしょ、2文字の漢字。ん？待望でしょ。出ない出ない。すごい分かりやすかった。もうクリアした。待望でしょ。ヒントゼロだった。おい、そんなそんなんじゃね、謎解けないよ君ら。はい。俺ら宇宙に行って一つ目の謎解きましたよ。解いたね。あの激ムズしたじゃん。もう激ムズイカレゲームだったの。本当に、ね、謎のモンスター出てきたし。多分ね、人生でやったゲームで一番難しかったかもしれない。まあそれも、うん、ありえるよね。過言ではない。うん、あ、ありえる。なので、はい、今回はザ・密室からの脱出2を最初からそっちにカーソル合ってんだよ。こっちやります。あ、ちょっとね、言い忘れましたけど、うん、はい、ちょっと実況から脱出した人がいるんで、今日は。あ、そうね。そうそう、前ね、始めた時も3人だったので、うん、今回もね、3人で。そうだったね、はい。なんか前回もね、ガチさんが来てからね、ちょっとテンポ悪くなってったんですよ、このゲーム。むしろ一番頑張ってくれてたけどね。確かに、一番テンポ良かったよ。うん、俺らしかいないパートは、一パート目は3つの部屋クリアしてたのに、ガチさん来てからちょっと低たらくだったんで。難しさの問題だろ。今回は多分3部屋ぐらい行けちゃうんじゃないかなと。部屋すげえ散らかってるけどね。確かに。うわ、19になってる、最悪。本当だ、3つ増えてる。16から19になってる。ちょっと持ってる。あの主人公じゃないのかな。もう全然別のストーリーじゃない。そういうことでしょ、だって。でも俺らあの別のゲームなんでしょ。ああ、そっかそっか、確かに。まあそうね、多分、うん、なんか Wii かなんかのゲームらしいね。そうだよね。改札口だ。なんで改札から脱出することになるんだろう。出れるだろう。なんかすでになんか1個ステージ終わってない。あ、でもなんか分岐みたいなのあんなってんのか。分岐。あ、そういうこと。矢印が両方に向いてるじゃん。本当だ。でも左上的にはステージ1だよね。あ、そうだね。隠しステージかな。左に行ったら終わるんだ。じゃあすぐね。じゃあ左行きたいね。エンディング迎えになったらそれがいいわ。でもあの主人公に俺らは愛着あるからね。もうまあね、そうね。あ、ちょっと好きだなこいつも。ここは、うん、同じやつじゃねえかこいつ。ここはじゃねえだろ、お前の意思でいるんだろここに。確かにね。違うんだ。え、何、閉じ込められてる。え、連れてこられたの。違う、あ、寝ちゃったんじゃないここで。ああ、で気づかずに閉められたみたい な、地下鉄にいんのも分かってなさそうだよ、ね、地下鉄のベンチ。のんきだな。あ、こいつバカだな。酔っ払ったのかな。ここで寝ちゃったのかな。なんか薄いスマホみたいなあんな。ちょっと危機感ないな。何をしてたんだ。危機感薄いぞ。頭がモヤモヤする。駅員さんに声かけられないんだね。もう閉まってんじゃない。う、ね、ん、携帯電話、僕の携帯かな。そこからこいつ何も分かってねえな。小学生なのかな。つけたら分かる。つけたら分かるんじゃない、ね、携帯を取ろうと手を伸ばしたとき、手に何かを握ってることに気づいた。ほう、チンコか。チンコだったってならんしょ。何チンコ握って寝てんの。でも寝てるとき握ると落ち着くみたいなのあるよね。そういう話あるよね。子供はよくそっちに、ね、そう、触ってしまって、ね、名刺、いや、メモ帳の切れ端かな。なんていうかな、 Go to the アニセントアーカイブって書いてある。なんだ、ケイ携帯の番号と、うん、ケイちゃん、ケイちゃん、え、あ、それ古代資料館って呼ぶんだそれ。なんで、すげえ賢いな主人公。うん、古代資料館に向かって、ケイからの指示ね、と書かれている。おう、ケイ、お店の子かな。何のお店だよ。普段から遊んでんだなこいつ。遊んでんだろうな。どの子だっけって。いっぱい行ってるから分かんないんだな。遊んだ帰りなんだろうな。そうね、今日もさっぱり思い出せない。遊んだ帰りにチンチン握って寝てたんだね。じゃあ酔っ払って。携帯電話を手に取った。あ、お、メモリを調べてみる。お、アドレス帳には一件も登録されていない。友達いないのかなこいつ。今スマホっぽい。スマホっぽいな、うん、ね、確かに。お、着信や発信の履歴もない。うん、誰のなんだろう。カシャじゃないのよ。
当たり前のように持ち去る。おお、え、姿が、え、え、こんなこと、お、え、日本人かこれ。目青い。目青いよね。カラコンか。誰もいないな。今のいる？ハンサムボーイで、え、何あれ、魔界？魔界みたいなこと書いてあったな。シャッター魔界のポスターあったの。魔界ポスターあるよな。魔界のポスターなんだこれ。魔界迷宮。廃村迷宮？アトラクションか。あ、廃村かこれ。あ、廃村迷宮とかのそういうやつ。あ、そうだね。あ、え、でもここに行く可能性もあるんじゃないのこれ。確かに。確かに今後行くかもね。返事がない。でもこれ実際になったらかなり怖い状況だよね。確かに全部シャッター閉まってんだもんな。ね、シャッターが降りた地下鉄の改札口に閉じ込められてしまったようだ。もう一度よく考えてみる。ってことは深夜なのかな。深夜じゃない？普通に考えたら。でも上の時計8時半ぐらいじゃない？8時半だから夜でも昼でも電車は動いてるはずだよね。僕は、ん？ん？どうした？自分のこと、あ、本当に何も分かってねえんだ。これ前の主人公、前の主人公でもちょっと記憶はあったのか、一応元の記憶は。あ、そうだね。お父さんのことがよく分かんないみたいで。じゃあこいつは本当に何も覚えてないんだ。自分のことすら。ね、何も思い出せない。うん。何も覚えてないぞ。はい。理解言わなくていい。堂々と言うな。だんだんと焦りを感じてきた。まあ焦ったね。うん。頭の中が真っ白だ。これは記憶喪失ってやつに違いない。うん、それはわかんだな。服のポケットに手を入れてみる。あら、うん、ポケット財布がある。数枚の札と、あ、札と小銭が入っていた。お金ちょっと持ってる。身分がわかるようなものは何もない。ほう、怖いなこれ。怖いね、うん、そうだ、電話だ。ミステリーだ。あ、まるでミステリーだな。紙に書いてあった番号に電話をかけてみる。あ、 K さん、 K さんに110番とかの方がいいんじゃないか。とりあえず K ちゃん、ケイちゃん、ケイちゃんちょっと言って。ケイさんですか。お、ケイさん、キヨさん、キヨさんのケイじゃないでしょ。そのケイではなかったでしょ。わかんない、まだわかんないからさ。あ、そう、うん、誰ですか。か細い声、か細いな。女性の声だ。ああ、なぜこの電話番号。弱い、弱しいな。目が覚めたらここにいて。まだわからんだろ、そういう人かは。一生懸命やってんのに。ケイさん、お店の人だからね。ああ、そうか。もっと明るい感じじゃないの。僕はあたふたしながら事情を話した。話をしていくうちに少し落ち着いてきた。あ、人に話すと落ち着くんだね。そうね。記憶がないのも多分一時的なものだろう。飲みすぎただけかもしれない。あ、本当に。そんなことあんのかな。うし、記憶なくしたことある？ね、お酒飲んで。いや、あるはあるかもしんないけど、駅のベンチで寝ることはないな。うし、どこでも寝るからな。そうね。まあ、どこでもは寝れるね。うん。うん、変なもの下で寝てたからな。うん、床でさえあれば、大体どこでも。駅のベンチより悪いけどな。確かに。床なら寝れるから。駅のベンチは？寝れるね。寝れるね。寝れんじゃねえか。変なもの飲んだのかな。そう考えると気持ちもだいぶ楽になった。事情は分かりました。おう、うん、そのメモに古代資料館と確かにそう書いてあるんですよね。この人何も知らないのか。協力的だな。主人公のこと知らないってことか。うん、うん、ね、ここだ。知らないふりかもよ。怖いな、それ。ん、はい、もう一度確認してみます。メモは、あ、あ、あ、ま、充電がないの。携帯電話から電子音が聞こえる。公衆電話とかでしかない演出でしょこれは。あ、それでしか許されない演出。10円切れそうな時の、うん、電池切れ。あらららら。電池の残量を示すアイコンのメモリーが残り1つになってる。まだ話せるじゃん。確かに。あ、電池が切れそうです。その会話いらんだろ。え、ちょっと待ってください。ちょっとちょっとちょっと待ってくださいよ。芸人と言われても電池切れは止められないが、あと少しくらいは大丈夫だろう。気になることがあります。なのでそこから出れるように協力しますよ。なんか怖いな、これはこれで。優しい。確かにね、協力的すぎて。でも優しいよこれ。この K という女性は何か知ってるようだ。うん、携帯はこのまま通話状態にしてた。電池ないのに。電池ない、ね、一回切れよバカか。こいつ脱出経路を探そう。
あ、でもなんか教えてくれる役なんだ。あれ、あの K が言ってんのかな、これ。周りをよく見渡して、ね、いろいろな場所をタッチしてみてください。何か手がかりのようなものが見つかるかもしれません。まあまあ、でもなんか今回の方が丁寧かも。なんか優しい可能性あるね、このゲーム。あー、もう前回確かにタッチしろとかね。前回イカレ難易度だったからさ、今回マシかも。ポスターウィンって奥覗いたりするもんね。そうそう、こういうとことかにさ、テイキンがあれば自分の名前ぐらい分かっただろう。何も分かんないのか。あ、タッチだ、おいしい。定期券ないとこっち行けないとか、そういうことあんのかな。あ、行けた。今行けるか、ね、なんかあった。おーおーおー、なんかあったな、今。進んだな。奥になんかある。あるね、電池みたいなの落ちてる。おお、寄るな。だいぶ寄ったね。信じられないぐらい寄るな、ね。すごいスピードで階段降りてった。なんか見つかるかもしれない。今電池を拾ったよって言ったってことだよ、ね。なんだね。見えてるわけじゃないから。テレビ電話ではないよな。ね、乾電池を1本拾ったよって。ですね、じゃない。こっちのなんか右に鍵みたいなのあったのよ。子供じゃ。乾電池拾ったよ。あった。ほら、ひどくない、ここ。わ、かぶってる。じゃあ、横移動した方がいいのかな。すごい。わあ、そっち行っちゃうんだ。横移動だね、じゃあこれ。もう悪いとこ出てんな。こっちにやん。あ、これで見えんじゃない。ああ、よかったよかった。はいはい、それ何、はい、これなんだ、あるだろうが。どうせポイント狭いな。ここぐらいだったらもう許してくれていいのにな。クリックポイントの狭さ変わってないな。ね、悪いところな。鍵を見つけたのですね。通訳か。アイテム画面では左右の矢印のボタンを押して、メタ発言。回転させてみたり、アイテムを直接タッチして、はいはいはい、こういう。まあ、ここら辺わかるよね。まあまあ、これね。ああ。それ前作やってんだから、こっちは。本当だよ、ね、クリアしてんだから、こっち。前作クリア者だよ。002。先輩面すんな。本当だよ。こちらが先輩なんだから。まあ、か駅のロッカーコインロッカーみたいな感じか。こっちはお父さんを救わずに放置してんだから。確かに。表面でね。あー、来たー。あー、早い早い。じゃ分かりやすい。もうすぐ脱出しちゃうよ、こっち。ねえ、ダメんじゃねえぞ。誰がいるんだ、おう。誰がいる。怖い人出た。倒れ込んで。ええ、おー、携帯につける電池。いいじゃん。サブバッテリーですか。そうです。それが使えば電池切れの心配はなくなりますね。バッテリーあるかまだわかんねえだ。試しに今手に入れたサブバッテリーが使い物になるかタッチして調べてみてください。なるほどね。お、電池がいるんだ。あー、そこ、あー、そういうことね。さっき手に入れた電池が入りそうですね。入りそうですね。それはわかんないだろ。お前見てねえと。1個でいいんだ。サイズ感は単一かもしんねえだろうが。どっちも自分でやってるじゃない。やりましたね。やりましたね。やった、落ち着いて話できるぞ。落ち着いて話はしてたけどね。なんだこれ、なんかこいつ怪しいな。やっぱ出口を探しましょう。そうね、うん、こいつが用意したとしか思えないもんな。確かに、もうアトラクションみたいになってるもん。アトラクションの可能性あるかな。あ、ね、これ配送迷宮か。配送迷宮なのかな。リアル脱出ゲームみたいな。ねえ、ナビゲーターだもん、もう完全にあの人のやってるものが。違う。おお、なんかありそうだね。そうね。電源が入ってない。券売機。まあそうだよね、もう。こういう下とかさ、うん、触ったりしたら。あるよね、ありがちだよね。動いたりすんのよな。時間がよくわかんないよな、8時なのに。あ、なんかある。こんなのあった。あ、あった、最初あった、ね、あるだろ、これ。これ何もないことない。開けろ、とりあえず。これいけない。確かに、とりあえず開ければいいのに。 あそこのね、ダクト。あ、ありそう。あ、最終的な、その通気口から出られないんですか。そのって、ダクトから出るって無理でしょ、普通に考えて、ね、どこに繋がってんだよって。通気口までは手が届かないよ。いや、これだしょ、これでしょ。使えばいいのにね、ダンボール。あるだろ、ね、これ。え、これ動かすんじゃないの。もう一個左やったらどうなんの。ムカつくな、今の。ダンボールなんか入ってるよな。今の腹立つな。あ、それじゃない。なんだ。あ、なんかないないか。そこありそうだな、台車の下とか。台車と荷物ですか。台車動かせ。その台車動かせるんじゃないかしら。それね、わかるだろ、主人。そのぐらい動け、自主的。台車をタッチして、そのまま動かしたい方向にスライドしてみてください。新機能だ。すげえ。早く。え、スライド。電池が切れる。もう電池大丈夫なんで。テレビモードで操作している場合は、なんだテレビモードで。 A ボタンは A ボタンを押しながらやりなさい。そっか、タッチパッド外したやつね。はいはいはい、ああ、そうですね、スイッチ、あ、スイッチもそうだもんな。あ、まあ、スイッチもそうだね。いきなり何の話かと思ったけど。
メタ発言で、これで、おお、うっと僕ら、もう下なんもねえじゃない。登っちゃえばよくですか。登れってことか。そうそうそう。足元怖いな、でも。なんだもん。ねえ、なんかあれ潰れそうで、なんか確認した方がいいのでは。あ、順番あんのか、これ。ありそう。え、ああ。ダメなのか。もう一回押せんの、ボタン。ボタンがボタンを引っ張って戻すこと。え？え？いや、全部押したら、ああ、なるほどね。これのヒントがない。どっかに探さなきゃいけないのか。こういうやつじゃない？どこかに。ボタン5個ぐらいだったよね。5個だった。あ？ありそう。あれ、なんかここね、上にぶら下がる。確かに。ね。タグみたいなのが、うん、何かあるようだけど、ここらじゃよく見えない。あ、まさか台車か、まあ、ね、左に先にずらすのかな。確かに台車だ、台車。おお、いいね、いいね、いいね。なんか、念力で動かしてるみたいになってる。せっかく姿のやつあったのに、自分の。確かに、あの金髪くんね、もうあの姿二度と出てこないかもしんない、ね、あいつが押してる感じにしろよ。何か文字が書いてある。あ、サイズ、いや、逆さから読んで、ねえ、横から読むとか、43215、43215って書いてるわ、よく見たら。あ、そうだね、あ、やりますね。 ありがちよ。その順番に押すんだね、じゃあ12345って。あ、その順番に押すのか。あ、賢、なるほど、賢い。でしょ。え、終わっちゃうじゃん、台車やんないと。確かに台車めんどくせえ、ちょっとめんどくせえな。この要素いらんな。でもおーとか言ってたんだけど。この要素あることによってさ、え、これ動かせんのかよとかなるじゃん、絶対。今後そうね、えい、確かにナビゲーターいないだろうしね、もうその後には。来た来た。これはじゃあさっきのアイテム見ればいいんじゃない。もう一回見てみて。何だったっけ。43215、逆さに見るのかな。43逆さだから12345って打つんでしょ、多分。ああ、そういうことか。順番でとか、右から2番目から1234で一番最後右なんじゃない。こういうこ、違う、 あそこじゃない、間違えた。ここが1ってことね、うん、ああ、なんか口出してきたね。2でこっちか、1、5。いや、そのまま左でいいんじゃない。あ、そのまま左よかった。うん、2、1で5か。おお、はい、いいね、素晴らしい、早い。いや、やった、すごいです。こいつ怪しいね。そうね、これで出られますね。怖い怖い。俺一人実況だったら多分こいつボロクソ言ってるわ、多分もう。あ、終わった、おめえだろって。いや、怖い、ね、早いな。でもさ、分岐なかった、まあ、あ、左右にね、どうなんだろうね。あれはどういうことなんだろう、まあ、クリア後に行けるようになるとか。お前、喫茶店でなんか どこに来たんだ。そうかもしんない。あ、まさか、今来たじゃない。K さん K さん生きてる。 K さん、マネキン、生きてるか、これ。ロボット K、 これ人。あー、 K でいいです。K さん、無地のシャツに丈の短いパンツ。いや、服装はいいだ、特徴ないな。長めの髪を後ろで束ねたヨシからは活発な印象を受けた。全然活発じゃねえだろ。活発か、死んでるだろ。活発なんだよ、紛れもなく。下心、はい、下心。下心出たな。またいじっちゃうな、これ。でも残念ながら K を見ても何も思い出せなかった。そうか。K は何でもないんだ。ねえ。あれ、これ谷間？谷間だね。あら。あららら。昨晩の混乱からはだいぶ落ち着いたとはいえ。もうちょっと閉じれるだろう。確かに。結構開いてんな。ボタンないのかな、あれ。本当だ。自分で切ったんじゃない？切ったのか。戻らないという事実は変わらなかった。V ネックかもな、V ネック。深く裂いたのか。目の前に座った K に自分のことをいろいろと聞いてみたが、何の答えは得られない。もう脱出できてるって、普通に日常に戻ってんだよね、これ。うん。記憶はないけど。でも記憶はない。記憶ないから。家とかも知らないんじゃない？あ、そっか。怖っ。どういう暮らししてんの、こいつ。そもそもあそこどうやって閉じ込めたん？閉じ込め、ね、られた後どうなったんだろう。ね、あの後すぐ刑に会ったってこと、これは。このこいつもよく来たな。警察行けよ。やはり刑も僕のことは知らないようだ。あの時電話で気になることがあるというようなことを言っていたが。言ってたっけ。何かしてるんだろうか。電話番号が書かれたメモを見せた時、刑は少し驚いてしばらく考え込んだ。
自分の携帯が書かれたメモなんだもんね。そうだね、番号はこの人。ちょっと怖いよな、うん、これこれはえ、うん、私が書いたもののようですね。怖え、筆跡がまだタイムリープ系。この人も記憶ないのかな、それとも。ああ、そういうこと。書いた覚えはないけど、この筆跡は私のものだわ。おかしいな、これ。その筆跡わかる？そんな自分の筆跡にそんな確信持てる？いきなり。ね、俺なんか確信持てないと思うけど、自分の。でも俺のってわかるけどね、俺は自分の字って。自分の字っぽいとは思うけど。K はどうやら古代資料館のことを知っているようだ。僕はその古代資料館というところ行ってみようと思うんだけど。警察行けよ、警察。確かに警察行け、まず。ね、記憶ねんだから。え、それは。あれ。え、古代資料館はとても危険なところです。そうだよ。そんなことあんの。まあ K が言ってるからね。危険なの。危険ってどんな風に危険なの。死ぬってこと？イライラ。イライラ危険です。なんだよ、なんで危険なんだよ。イライラ動き出してんのかな。言わされてんのか。言わされてんね、これ。ねえ。そういうあれなんじゃない、脱出ゲームのそういうさ、キャストなんだよ。あ、そういうことね。本当にそうなのかな。演じてるのね。そういうことよ。最後ゲームでしたオチだな、これ。で、記憶は戻らないと。古代資料館がなぜ危険なのかわからなかった。記憶をいじって遊ぶゲームなの。怖すぎるな。怖。他に手がかりがない僕はどうしても行きたいと思った。うん、危険らしいよ。行ったのか、お前。古代資料館。そして、古代資料館の場所をしつこく聞き出そうとした結果。うん、手の位置やだな。もっと初期位置これなんだ。それでは、だからな、うん、私も一緒に行きます。なんでだよ。お前行くの。警察行くよう促せ。結局 K と一緒に行くことになる。なんだよこの文章。捜索願い出てるかもしれねえだろうが。ねえ、え、古代資料館へは飛行機で中継先の離島まで行き、そこから船で移動。めちゃくちゃ遠いじゃねえか。確かに危険だわ、それ。もうやめるだろ、そこ行くの。やめろ、そうはな。お前、金ちょっとしかないだろ。ねえ。K に借りるな。随分と遠いな。ここじゃねえだ。二人は明日の午後、空港で待ち合わせることになった。まだ行けないのに。俺だったら行かないな。K も来ないかもよ。ああ、そっか。こっちになったね。そうだね。飛行機でも閉じ込める。おー、でも脱出ゲームっぽいね。そうだね。向こうに行くまでの飛行機。左はなんだろうね。ね。タイムループして戻ってきて左行くみたいな。とかあるんじゃないの？クリア後要素じゃない？新エンディングみたいな。ありそう。飛行機か。スタンド使いに襲われそうだな。ジョセフ乗ったら、え？え？何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 ？もういきなり何？これ掴んじゃいけない。なんか戦場カメラマンみたいな人倒れてんじゃん。え？確かに。何が起きてんのこれ。やばいよ。いきなり。これジャックされてないこれ。第4話みたいになってるけども。あれ、俺ドラマ1話飛ばしたみたいな感じになってるね。1話飛ばしてるね。ね、1話飛ばしちゃってるよ。うん、飛ばしてるね。9男が操縦席から戻ってきた一瞬の出来事だ。飛行機台どっから出したんだよ、まず。本当だよ、いろいろ疑問なんだよ。K が男を軽々と投げ飛ばしたように見えた。何が起きてんの、ハイジャック的な。何、本当にこれ間違ってないはずだよね。いや、こいつがハイジャックして K が投げ飛ばし したの。閉じ込めたってことかな。怖いな。K すごいな。何のあいつ。何が起きてんの。さっきは危なかったですね。でももう大丈夫。そんな感じなんだ、投げ飛ばした直後なのに。おい、これでも演じてんでしょ、これ、2人とも。まあ、可能性はあるよね。あっちも。なんか怪しいよな。ゲーム落ちだとしたらね。ね。うん、男が拳銃をちらつかせていたので。僕は一歩も動くことができなかったんだ。もう危険始まってんじゃん。制圧したのか、K が。いろいろ危険ですって言ってたから。情けない。こいつがいたら大丈夫だろ。確かに。ね、K に守ってもらおう。この資料館に行く前に危険になってるけど、そもそもこうなった経緯はというと、あ、語ってくれた、よかった。2人が乗った飛行機がこの男によってハイジャックされてしまったからだ。本当にハイジャックされてんだ。危ないな。2人しか乗ってないのか。え、拳銃を持ったハイジャック犯は中継先の空港で僕たち2人を残してパイロットに乗って
なんでお前らだけ残されたんだよ。他の客降ろされたのに狙われてんのかな。なんかおかしいよねこれ。そうね、仕組まれてる感が強いね。ね、俺も前作を考えると宇宙人オチもあるかもしれない。同じオチはないだろうな。人質となってしまった僕と K、 ハイジャック犯の操縦で再び飛行機が飛び立つのかよ。ハイジャック犯すごいね。ハイジャック犯は K の一撃で撃沈というわけだ。でも飛行機の運転大丈夫か？ねえ、ハイジャック犯が運転してたんだよね。飛ぶ前にやってくれよ、 K。 K 大丈夫よこれ。 K なんで飛んでからやるんだよ。 K やってんじゃない？え？私が登場しますね。K どういうことだよ K。 K じゃあじゃねえよ。操縦できるの？まあできるからやったんだじゃ。なるほど、うん、ハワイで教わったんだろうな。ゲームは得意なの。実際の操縦だって仕組みは同じよ。同じわけねえだろ。同じじゃねえ。心配いりません。パイロットウィングスとかやったことあんだろうな。そうだろうね。やり込んでたんだな、うん、じゃあ、うん、じゃあ安心だわ。安心だね。パイロットウィングス すごい心配だ。狙われるけどな。そうね、あれも急に狙われるからね、うん、狙われるよね、下から。そう、突然エリア中になるからな。ねえ、なんか教官誰も言ってくんねえんだ。俺は単車しか乗れないんだ。パイロットウィングスはいいんだよ。すいません、好きだから。とりあえず僕は機内に何か使えるものが。クリアしたからが難しいんだよね、あれ。そうね、2周目がまた難しい。2周目難しいよね。そう、もういいんだよ、その話。2周目でも黒田教官はもう戦場行ってくんないんだ。俺は単車しか乗れないんだ。あれ全部テストだったからね、あれ。あれもゲームだったみたいなもんだからね、あれ。知ってんじゃん。いや、俺もやったことあるから。そう、デジカメだ。黒田教官ね。なんだこれ、楽しげな写真。そうね、南国みたいな、リゾート地みたいな場所だね。え、ここを押したりできないのか。次のやつできないんだね。次の写真いけないんだね、うん、デジカメだ、うん、ずっとデジカメだって言ってる、ね、あ、あ、あ、さっきの戦場カメラマン誰が撮ったんだよこれ。確かに。この写真は犯人がトランクのようなものを棚に入れてるような。この場所調べたらこの箱が出てくる。そういうことなんだ。ここはどこの席だろう。後ろの方だな。後ろの方の白のやつ。椅子の向きがそうだね。カメラとかあるかもね。渡辺陽一が渡辺陽一がハイジャックした。関西人じゃなかったからな。ね、関西人狼やってたんだ。ゆっくり喋るんだろうな。ね、全員手を挙げてくださいってすごいゆっくり喋る。殺しますよ。脅しではありません。怖っ。そんなゆっくり言ったら怖いな。道具がないと無理だって。道具ないと無理。そっか、道具いるのか、うん、まあもっと調べるんだね。そうね、まあでもまだ簡単だねこりゃ。いや簡単簡単全然。そうね、リクライニングもバッチリ。バッチリじゃねえ。何がバッチリなんだ今。お、なんかありそう。ドリンクあんじゃん。機内販売用のカート飲んじゃおうぜ。ね、飛行機ってさ、販売なの？まあそういうとこもあんのかな。ああ、確かに。普通に作れそうだもんね。で、これ新幹線のシステムだな。そんな感じするよね。サービスでくれそうだもんな。うん。ここの奥とか。え、これがなんもないってこと？あ、グイーンか、もしかして。カートだ。あ、待って待って、あった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 。うそ。あった。フォーク、ほら、ここにフォークある。あ、確かに。本当だ。チラッと見えてるけど。難易度高えな。関係ないんじゃない？関係ないのこれ。これでないグイもう、あ、いや動いた。あ、動いた。これ動かすやつだ。なるほど。説明してくれないんだ。それ使うんだ。どういうはみ出方してるの。近い。結構もうゼロ距離まで目地球に近い。目悪い人の距離感でやってる。もうやった、引っ抜いた。一応装備しとくか。カチンカチンってやるのか。やるのかな。これで開けるってことになるか。いただきますの前に。フォークで。フォークで。今のどういうこと？ナイフでトリコがよくやるから。あ、そういうこと。手をチャキンチャキンってやるよね。やるね。フォークで合ってたわ。やるけども。あ、フォークを手この原理だ。これ頭にいる。おりゃ！そんなんで開くんだ。おー！またナンバーか。陽一のトランク。陽一のトランクを。よし、うまくいった。このトランクはおそらく犯人のものだろう。あ、これ取る必要あるか？うん、こいつらの持ち物、うん、何が入ってるのかわからないが、とりあえずトランクを床に下ろした。うん、まあまだ開かないよね、絶対。まあ番号必要だね、ヒントの数字が。ちょっと渡辺陽一話しかけてみるか。
フォークで刺せばいいんじゃない、フォークで、ね、教えてよっつって、ね、うん、洗いながらね、フォークでちょっと、あ、本当だ、これは、お、これがアイテムになるの、おかしいじゃん、なんでチーズ選んで取るの、チーズだ、だいたい何ハンバーガーばらしてるんだよ、取るな取るな、トマトにハンバー、え、1個ずつ取ってる、ハンバーガーの、ハンバーガーできちゃうよこれ、ね、もしかしてさ、あの番号を、番号をハンバーガー渡せば、なるほど、ね、あまり好きじゃない、好きじゃない、お前は腰好き嫌い知らねえよ、なんだこれ、何個手に入れんだよ、重ねて1個にしろ、なんだか怪しい飲み物はどこから仕入れたの、え、怪しいのこれ、別に怪しくねえだろ、飲み物だけどな、こいつがさ、俺は腹が減ってるみたいなこと言うんじゃない、はい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 、ハンバーガー食べたいんだって、あ、気絶してんだ、してんだ、起こそうぜ、一瞬だったのでよく見えなかったけど、あれは合気道かな、渋川豪樹、渋川豪樹、僕も気をつけよう、いい叩きつけて、あぼ、まさかまさか角じゃねえか、もうアボの後に繋がるの角しかねえだろ、うん、今何か言ったようなこのテキストムカつくわムカつくわ、うん、びっくりびっくり、うんはおかしいもん、見ないもん、そんなの、うんの後に言えよ、運が最後だ、寝言かな、アボカド、あ、これでも、あれでも、あ、ウシ、これウッシーだよ、これウッシー、戦場カメラマン、そうそう、アボカドバガーやっぱなんか言ったなんだこいつ、ボー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 のツッコミ、ボーボーやめろ、アボカドバーガー作るのかな、やっぱそうね、バーガー完成させて食わせてやるってことパンだな、パンだな、パンだな、なんだこいつあんま好きじゃないアボカド、どっからどう重ねりゃいいんだこれ、下のパンなくない、ねえ確かに、ね、バンズが上のしかない、確かに下のパン見つけんのかな、確かにいるのかな、バーガーバーガーならウッシーだからね、そうね、どっかに落ちてる、バーガー探し、この角度、あ、確かにこんな角度あったっけ、見てなかったね、うん、いや僕のあれ何、あ、でも非常用ハッチって書いてあるから、最終的にはそこなのかな、脱出系、そうなんだ、全部見れんのかな、このもしかして席かな、右見てみるか、うん、ここ3桁の数字がカート、ここ動かせないもんね、パンズないかな、あー、カートの中に、うん、いけないな、さっきの視点が、お、あー、いや、ここもさっき見たもんね、そうね、いけんのかな、じゃあもうこれ組み合わせ、いやでもさ、合体のやつ出なかったよね、嘘、なんか出てなかった、嘘、あ、え、マジ、なんか出てない、あ、出てないのかそれ、ここの見方よくわかんないんだよ、うん、なんかここから違うやつが出るはずだよね、うん、普通に考えたらこれから合体していくよな、まあ上から、ね、上から、まあどっかに下にあるんだろうね、下のいや、この視点気になるな、まあ気にはなるね、でも最終的にここから脱出するっていう意味でこの角度があるのかなって気もちょっとするけど、飛び降りるってこと、パラシュートみたいな手に入れてさ、大丈夫、 K がいれば、あ、ここは違う、その中にもないもんね、パラシュートもゲームでやってるから大丈夫ですっつって言うよ、パイロットウィングスにあんだからパイロットウィングスにあったらいけ、むしろそっちがいいんだからね、そう、楽しいよねあれね、動いてるとこに着地する、あ、わかる、ステージ行く、やべ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 、謎のキャラが飛んでく、戻せ戻せ戻せ、ピョーンってなんかペンギンみたいな、あ、そう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 、あるわ、おちゃーんでそのままゼロ点になるやつね、そう、怒られんだよ教官に、あれ全然ダメでしたね、この先は多分貨物室になる、金そうな顔してるやつね、そう、あれ俺一人でやってる、死んだぞ、飛び降りた後にパイロットウィングスの話しよう、上がった、ね、パイロットウィングス始まるかもしれないしね、確かにね、その時はお二人に力借りることになるわ、それは、ああ任せてほしいわ、着地しろって黒田教官にちょっとね、うん、力借りなきゃ、ね、輪っかくぐってどこか、ああまずね、ちっちゃい点稼いでね、そうそうそう、あれパンツないよ、ここもないよね、うん、あれ一個で完成ってことないよ、できんのかな、アボカド、できんのかな、なんかここ、あ、渡辺内入れんだ、いけんの、いけんのあっ、ゲイ操縦してる、ねえ、コナミコマンド入れてる、やばいやばいやばい、Bボタンが見当たらないですね、怖っ、この女、マジでこの女怖っ、危ねえ、
な、何してるの？こいつのツッコミムカつくな。コントのやつ。ムカつくツッコミする。銀玉みたいなノリだったよ。そう。大声ツッコミ。大声。用がないならそっとしておこう。パワーだったのか。え、マジでどっか調べられてないんだな、じゃあ。そうね。頭ないか。これパサってたら上にバンズある。バンズ。嘘だ。頭の上で このゲームわかんないよマジで。いやわかんないからな、うん、このゲームやらかすから。どっかの隅っこに落ちてるとかなのかな。やっぱそうなのかな。この隙間調べられたのみたいな感じなのかな、ね、結局そこっていう隙間。これは間違いなくそのアボカドバーガーの後の。そうだよね。そうだよね。これはさすがにノーヒントだよな。数字はで奥もいけないんでしょ。カードキーとかですもんね、うん。どっか開けてとかないもんね。お、戻せるんだ。戻せるね。戻す意味。まあでもないもんな。ここは行かないか。なんでグイってこっち向いちゃうんだろう。そうだよね。真横。こっちは横見れるのにね。この時は行けんだもんね。こっちは行けんだよ。これができればいいのにね。それが反対側でもできたらそうだね。あそこ調べられる。でもあの感じだとできん。こいつ。ふーとりあえず休憩ってしてた。そんなことしてる場合じゃなかった。一人乗りツッコミし始めちゃった。ちょっと俺何してるの？でそんな場合じゃなかった。語尾伸ばすツッコミやだな。語尾伸ばすのが嫌なんだよな。ちょっともう一回いけないか、ね、いけないか。語尾伸ばすのが嫌だ。何してんのグイっていけ。いやそうなっちゃうんだもんな。ねえ無理よなこれ。それ意味ないのかな。いや途端もう難しいのって思ってるわ。ねえ前は謎じゃねえんだよな。けたもんな。難しい。確かに謎じゃない。ないよね飲み物。えなんかさアイテムの中央をタッチすると合成可能にって書いてあるんだけど、でもな反対の中央ってこと。いやあ出てる出てる出た。うわクズ。これもう最後まで作れんのかな。バンズ1個で作れんだ。あそうだ。あ乗せた。悔しい。でパンに入れた。うわぁ不親切だなぁ。ていうかあのパン下だったのかよ。わわわわわ。あ、便器に出てる。ほんとだほんとだほんとだ。あ、アボカドバーガー。そっかそっか、最後はアボカドを選ぶんだ。これは、どっから出てきたそのパン。上側なかっただろう。確かに。こっちはそのパン探してたのに。一個だっただろうが。ひどいなぁ。あちこち探したのに。やってんなこれ。まだこのゲームやってくれたぜ。これでやっと食わすのか。パン俺らもう攻略いっちゃったんだぞ。パン上下ともある感じにして。うっ牛牛サンキュー兄ちゃん。俺はアボカド&バナナダイエット中なんだ。何言ってんのこいつ。やばい渡辺陽一じゃない。え片言だった。えぐい片言だった。あ確かに、ね、メニューこれあれかな。番号かな。なんかヒントになってんのかもね。あっあれか3桁の番号ってこれか。多いね。ハンバーガーパン2個バーハンバーグ1枚うん252カロリー。ダイエット中だから一番カロリーが少ないやつってこと。なのかなんかシンプルすぎるよねそれだと。ちょっとでも一番カロリー低いのはもうハンバーガーに決まってるよね。ダイエット中テラアボカド。あアボカドダイエット。いやこれダイエット用じゃないだろ。1120これ4桁だもんな。テラアボカドバーガ ー, ー, ーハンバーガー。えなんかもっと話聞けたりとかはしない。確かにおじさんに同じこと言ってる。ダイエット中なんだ。バナナなんてないもんな。アボカドバナナダイエット中テラアボカドバーガー。何てんのおじさん。アボカドこれしかないぞ。あん4個アボカド1枚。あなんか計算できんじゃない。計算できんのかな。つまりチーズバーガーアボカドのカロリーってことかな。だからさチーズバーガーからハンバーガーを引くとチーズ1枚のカロリーが出たりとかするけど、はい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 、なんかそういうので計算するってこと。
そういう。いやでもちょっと難しいか。難しすぎない？急に。さすがに難しいのかな。ダブルチーズバーガー。あ、そっか。チーズ1枚50キロカロリー。あー、そういうことだね。あー、テラチーズ、アボカドのカロリーを出すんじゃない。チーズ2枚、ハンバーグ5枚にレタスが2枚。はい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 。ハンバーグが5枚。ちょっと待ってよ。このダブルチーズバーガーがさ、うん、パティが2つあるんだよな。パティは一つなんじゃない？あれ、ダブルチーズバーガーってことはでもそうじゃない、ダブルなんだから。あ、ほん、パン2個。これもパン2個だよね。あ、ハンバーグ2枚って書いてあった。あ、パティってそういうことか。あ、パティってあの、ね、そう、肉、肉ね。肉のことか。うん、チーズ50カロリー。チーズ50っぽいね、チーズは。なんかメモしてねえと。普通のハン、これメモんなきゃダメだな。マジ？もう紙もペンもない。待って、ハン、チーズ5、チーズ2、ハンバーグ5個。はあ。ちょっとハンバーグ5個ってことは、うん、750カロリーだ、ハンバーグ。そうね。ほう。で、チーズが50だから100。ほう。ここで850カロリーだから。めんどくさ、何これ。あ、このさ、はいはい、あ、まだ、まあ、わかんないか。レタスとパンのカロリー何個だっけ、特定できないな。テラアボカドってパン4枚パン4個パン 4、レタス2、150、75。あ、アボカドだけケチりすぎだろこれ。75のわけないよな、絶対3桁だもんな。まあ、うん、頭がゼロの可能性もあるっちゃあるのかな。アボカド75カロリー。075。レタスってどうやって出すんだろう。075やってみて、一回。075。うん。一回やってみて。一応やるか。あ、果たして残ってる。まあでもある種合ってたよ、ね。野菜ではあったからね、結局。うん、そういうことだよ。開かないね。何もない。何もないな。ちょっともう一回見なきゃいけない。こんなむずいの？もういきなり。確かに。ああー、ちょっと待ってよ。分かってきたかも。あ、俺も。もうパン2枚とレタス1枚はセットとして考えて。そうだよね。だからパンにレタ1が152、あ、そっか、52カロリーだ。あれ、そうなんだ、って肉が150でチーズが50でしょ。でしょ。あ、これチーズ入ってないのか。入ってない。あ、で、そうか、ハンバーガーから肉引いたのがその 102カロリーだ。102だ、102。それがパン2枚とアボカド1、そうそうそう、アボカドじゃねえや、レタス1のセットってことね。パンにレタス1が、じゃあこれも102。だ、それを2倍にしたものがテラーに含まれてるから 204？ そうそうそう、204が、あの、パンとレタスの合計ってことになる。パン4、レタスは2枚だから、そうか、そう、204カロリーにさっき言った850だかを、なんだっけ、ハンバーグが750カロリーだ、確か。うん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 。で、チーズが100カロリーだから、他に含まれてるものは、ね、あとアドボカドだけ？そう。なんじゃないかな。じゃあ850カロリー。750じゃないんだ。じゃあ854、850で204足して4。あ、とか、チーズが2個だからね。そう、1054カロリーだから、うん、それを1129から1054引くと、うん、引けば、それさっきの俺の75だよ。え、そうなの？それさ、計算もさっきしてる、それは。すげえ、お前すげえな。お前すごいな。おいおい、舐めないでくれよ。でも間違ってんだ。間違ってたのね。間違ってましたね。ダブルチーズバーガーをかける2したら、そうなるよ。そのアボカドのところから、ハンバーグが1枚足りないだけの状態になるから。なるほど。すげえ。うん。あ、なるほどね。なんか鶴亀山みたいな感じだな。かっこいいな。
なるほど。そうか、ダブチを2倍でもいい感じにいけたのか。俺ら2人でたどり着いたとこにもう記憶いたのか。ね。うん、でも全員間違ってるからね。でもそれではないっていうね。全員そこには行ったけど。それではない。うん、先に待ってる俺もね。あと違うよしか言えない。アボカド。アンバナナダイエット中なんだ。327って書いてある。327。392じゃん。7。ああ、縦読み急にそんな。そりゃ絶対ないでしょ。だったらあのチラシなんだったって話になる。確かに。でもじゃあ待って、もう一回聞いて、もう一回見して、もう一回見して。今のセリフ。あれ確かに。でも確かにアボカドなんだ。おかしいよ、ここ。だってバナナの開業を考える。そうそうそう、なんかおかしいよな。バナナの開業はおかしいな。まずアボカドっていうのがなんか気になったんだよ。はいはい、他のとこ全然なんかちゃんと言ってんのに、なんでアボカドじゃなくてアボカド。さっきもアボカドって言ってたけどね。アボカド。アボカド。兄ちゃんって絶対いらないよね、これ。サンキュー兄ちゃん。これいや、バナナおかしいよな、これ。バナナの謎解けちゃうもんな、それだと。327。327？ 入れてみる？じゃあカロリー何だったんだよって話になっちゃうよね。そうなるよね。ねえ。いや、こっちだったら、あの紙何の意味がまだ今からなのかな？中身開けてから。わかんない。絶対違うね、これは。ちょっとなんか俺もしかして。うわっ！なんてもう。ねえ、嘘だ。計算までしたのに、あ、パイロットウィングス始まるよ、これ。本当に。え、たくもう脱出できるってことじゃん。2人分ある。2人分ある。じゃあ、1人分は手に持ってよ。え、じゃあ、あのおじさん、あのおじさんに殺しです。あのおじさんと2人で脱出しよう。あ、そっか、もうあいつは運転できるもんね。操作できるからね。うん。そうだね。いいの？脱出しちゃって。まあ、これはいいんじゃない？誰か1人もうここに残って必ず死ぬことになるけど。腹立つなこのゲーム、うん、これアイテム確認できんのかな、チェック。別にサンキューでもないだろ、あいつの立場でぶん殴られたんだから。か、本当だよ。中身入った。あ、そっか。あ、もう一個取ってないからか。あ、そういうことか。2個取ってただのパラシュートか。あれ持ってる。あれケイに話しかけた方がいいのかな。ケイのとこ行けなかったの。あ、そっか。え、2個か、これ。行けって、もうケイには渡した体なのかなってこと。ケイのとこ行けな、こっち行けないよね。こっちは行けない。なんかその緊急脱出装置みたいなやつの、いや、さっき調べてた視点じゃないんだ。そこが唯一なのにね。いや、ここは何も触ってないから。うん、あれ、だからこのままでは出るんでられない。このままでは出るんでられない。え、あ、操縦席もそっか、なんもない。操縦席行けなかったよ、今。いや、こっち操縦席はいけないもんね。あ、さっきね、話しかけてもね、用がないならみたいな。そっかそっか、用あるだ。用めっちゃあるけどね。ね。いや、用あるだ。めちゃくちゃあるよな、今。え？なんかあれじゃない？この出るように出られないで、なんか動かせるとかか。あ、シートを後ろにやれたりするから。そういうことだ。で、それが邪魔だから。確かにレールがなんか縦にも。そうだね、なってたね。そう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 、そうそう、シート下げれんのか。おい、シート下げろ。いけ、グインと。ああ、グインいけ。あ、もしかしてこれグインだ。ああ、グイン行かない。グイン、それの操作か。うわー、来た。なるほど。呼ばなくていいの？あの子。あ、確かに。一人行くわ。いおい、うわー、本当に一人。うわ、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 なんか落ちてるよ。何これ。ね、やった、非常ハッチが。いや、もう投げ出されるはずだよ、こんなの。え、飛行機操縦できるんだったらそのまま降りてもらえばいいんじゃないの？ね、できないのかな。まあ、操縦はうまくはできてないんじゃのかな。結局着陸とか難しそうじゃん。こいつ狂ってんな。パラシュートあればなんとかなるんだけど、海の上に落ちてどうするつもりだこいつ。ね、ここから飛ぶつもりですか。下、海ですよね。こいつ行くのか。うん、あ、ほら、今チラッと島が見えた。やばこいつ。やばいやばい、怖いよこいつ。ジャンプ主人公。あ、いくぞ。もう行くの。マジか、すごい勇気だな。ね、3、2、1。えー、
ちょっと待ってください。呼べ呼べ。ケイが言ってることも正しいよ。まさかあいつ、あの男くぐったまま飛ぶんじゃないだろうな。いや、そうじゃない、もう見殺しでしょ。ゴー。やばいやばい。何がサクセスだ。やばいよこのゲーム。何がサクセスだこいつ。おおおあ、ルビロなんで、なんでこんなことになってるの。で、いつの間に。なんでなんでなんで。いつ出荷した。この先どうしようからじゃないのよ。とりひとまず自分に聞かせてから考えるか。のんきすぎる。やべえやべえやべえこいつ。怖っ。いつ出荷したんだよ本当に。怖えな。で、島に行ってそうだな、もう。ね。そうね。怖っ。やべえ。こいつ、怖っ。何にも共感できねえ、こいつに。これでラストにするか。ああ。無人島。さっきのも結構、ワンよりむずかったよね。むずくなるの早いよね。確かに。でも、今ので完全に、どういう状況にも対応できる気がする。ああ、確かにね。縦読み、スライド、何もかも。手読みとかひどかったな。どうにか死ぬままでたどり着いたような。あれ計算、あの紙がなければまだよかったけどさ、計算でいく方法もあんのか。じゃあことなのかな。どうなの。でもアボカドのカロリーは多分正解だったよ。そうだよね。計算し直したけど、縦読みじゃあ何だったんだよあれだけ本当に。おあなんか、いや、ゴースマみたいな。なんか水面の上に寝てない、ね、違和感あるな、ね、水面の上に寝てるもん。オッケー。うわ、いや水の上、いやなんか濡れてる感じ全然しないな。しないのよ。なんとかなりましたね。でも体調が悪いです。体調そだろうな。そりゃね、体、うん、気持ち悪いだろう。体調完璧な方がおかしいからね。お前リュック背負ってないけど、リュックどうしたの。回線に使ったせいかしら。あ、こいつ動く気ないんだな今回。少し休めば大丈夫です。すぐ乾きます。お、でも前作と違ってあれだね、一緒にいる人いるってのは嬉しい。そうね、なんかちょっと違うね。うん、ちょっと心配だ。やっぱいいな、仲間いんのは。ね、仲間この子いい子だな。いい、ね、でもあ、うわ、いい場所。あ、なんかあるぞあそこ。本当だ。さてと、これからどうするか考えよう。助けを呼ぶみたいなことか、うん、沖の方に船影が見える。あの船に救助してもらう。なんかサインを送んなきゃダメなのか。あー、 SOS とか書くみたいな。あー、煙を起こすとかね。これ新しいね。ねえ、鏡で光反射させる。ここはさっとクリアしちゃおうぜ、はいはい、そうね。よし、いけそうだ。あ、なんだこれ。ナイス。何石拾う、まずこの状態で。これで SOS 作るんだよ、石、ね、いや、うん、そんなないだろう。あるある。でも SOS って普通さ、飛行機から見つけてもらうやつ。上からじゃないと意味ないじゃん。あ、でもウッシーはここに取り残されたことあるからね。俺ら脱出してるけど。確かに。シミュレーターだよね。シミュレーター。あのハゲん時だろ、あのハゲん時。お、いいよ。なんだこれ。何これ。ここだけ少しくぼんでいる。なんか使えるのか。石を置いてみる。あ、石置いてみる。石で。はい、削れ。削って発想だよ。削れ。なんかあれ。なんだろうな。イカダ作るとかもありえるかも。でもなんか作るんだね。イカダ作ってあの船まで行くの。追いつくか。沈没船かもしれん。あ、他の石もしよって。あ、全部拾うのか。え、手持ち、え、え、あ、火花を。見せてよかった。火花を出すってことか。違う。足元の石が割れた。なんじゃこれ。黒い石の方は何ともない。実験してんの。おお。実験をしてんの。何考えてるか言え。すごいな。原始人的なやつだ。それで削れるよ。さっきの。石器。鋭いだって。これあー、鋭い石を作るのが目的だったってこと。これで脅すとか。ちゃんとこいつを怖っ、うん、それで魚を取るんですか。お待ちなさい。私にも後でやらせてくださいね。なんだこいつ。魚取るとは言ってないのよ。あ、燃やすようかな。のろしあげんじゃない。これは燃やすようかも、まあ、そうだよね。手頃なサイズの石は何かに使えるか。火打ち石的な可能性もあるね。え、そういう相当難しいって聞くけどね、火つけるのだろうね。そうね、ボートじゃできないよ。まだダメだな。とりあえず魚ついてくるわ。魚つけんのかこれ本当に。つけない。無理だ。あの船があるって言ってんのに。ああね。黄金伝説始めちゃって。ね。どこまでもさ。どうっていう。あ、なんだこれ。望遠鏡か。本当だ。そうね。あ、なんかこれ火つける用だったりするかな。レンズ使って。ありえるね。あ、太陽光があればね。あ、でも夕方だしな。夕日は
弱そうだね。価値があるのかもしれない。売ること考えんな。どう脱出したらいいかが分かんないね。そうだな。うん、なんか飛行機とか、まあ、おお、あ、なんだ、結構ある。ヘルプミー。なんだこれ。前にも多いな。遭難した人間いるじゃん、前にも。重い、このタイヤ持てず。骨埋まってない、そこ掘ったら。汚らわしい T シャツ、汚らしい T シャツを見つける。ここ掘ったら多分骨埋まってると思う。確かにこの人がね、これふざけた柄の T シャツ、ふざけて。え、乾燥してるのに火がつけば多少も火つけんだな。やっぱ火打ち石的なもんかかな。あ、木の枝、やたら石持ってんのはタイヤ。何かに使えるかも。これもいや結構手に入れたけど ね、火を燃やす、なんか乾燥していてくるくるくるって。これをやっぱりサバイバルのテーマ、あれをやるべき。ああ、尖った石でなんか削ってみたいな感じ。でもなんか木の棒みたいな下に置くイメージがあるんだよ、このジリジリジリってやったって。ああ、でもなんかどこでやるんだろう。ここでやるのか。あ、そこじゃない。ああ、そこか。ここ、どれ、これ装備してみるか。やって。でもイメージ的には装備すん。あ、お、お、いった。それ、え、その意味でしょ。絶対無理でしょ、これ。わらとかいるよね。ああ、めっちゃやってるよ。さっきの乾燥した葉っぱ、うぬぬ。木をこすり合わせれば火がつくと思ったのだが、そう簡単にいかないようだ。何か足りないけど。難しいとこからいったな、こいつ。乾燥した葉っぱかな。これよな、絶対。まあ、火種になりそうなのは。よし。これいけるかな。まだいけるかな。こんな簡単にいけんのかな。ねえ。あ、いや普通は無理よ。火種がついたら。弓矢みたいなの使ったりするもんね。ちょうど葉っぱ、ね、なんかないところにやってんだよ。ないところにやってんだよ。おい。火がつく前は体力の限、つく前に体力の限界が訪れた。そうだ、簡単にいかない。火種ね、種、そうだね。火種作り。確かに。これじゃない？やっぱそれなのかな。いけんのかな。レンズ。あれ、レンズ違うよ。レンズダメ？レンズ外れるとか。ああ、なるほど。外れない。無理そうだね。ああ。いじれるとこないか。でも、あと持ってんのこういうのだもんな。石、あ、これ乾燥してる。あ、雪だね。あれでも、あ、ダメか。もう枯れ草をここに置けてしまったから、もう、それでいいってことだよね。なのかな。あとは火種があれば。あ、これは火がついた後なの。火を膨らませるようだよね。でかくするようというか。これさ、組み合わせでなんかぶっ壊せないのかな。石、硬そうな石。柿よりは軽い。ああ、刃物のようだ。重い、これは重いんだ。うん、どれを装備したらいいかわかんないな。石3種類なんだこれ。確かに本当だよ。なんだこの石、なかなかない。石と石でカチってやんのかな。ねえ、火打ち石的な。あ、この三種の石気になるな。ここで前みたいなやつ割れないのかな。あ、これ以上来た。叩きつけた。あ、全部のやつ叩きつけんのかな。ね。足元にあるこの石は相当硬いようだ。え、なんか、え、あれ一個消えた。なくなった。なくなったね。あ、なくなる感じか。もう全部壊しちゃおう。あれはいらねえってこと。すでに足元の石は割れてしまっている。もともと割れてんだ。そっか、じゃあもうこれ以上やる必要はない。さっきの石は使わないってこと。単純にまあ外れの石だと、うん、あ、外れを減らしてくれたってだけかな。魚か。ゆっくり顔を上げんね。ヒントくれないか。それで魚取ることしか考えてないな。魚食わせろって言ってんだよな。 これさ、鋭いやつで切れないかな、このゴムの、ああ、なるほど。無理か、違うか。大きなタイヤ、僕もないんだもんね。もうなんか揃ってる可能性あるよね。いや、あるね。なんか物は揃ってそう感あるな。さっき言った場所もう寄れない。組み合わせとかがあんのかな。船待ってくれてんな。待ってんね。確かに誰もいなそうだけどな。まあ、ここで石を置いたりはしてないか。多分あの船、誰もいねえ船。これを装備してちょっとやってみようか。あ、でも船いるか、さすがに人。普通はいる。ね、置けないのか。こっち来てくれんだよね、気づいたら。煙とか出してさ。
多分来てくれるってことじゃない、煙出したらそうだね。で最終的に博物館行くのよ。へい兄ちゃん大丈夫か。あいつが乗ってんの。うん、あいつが乗ってんして39な37だ。また3なのな。刃物のようだ。この望遠鏡の使い道が分かんない。そうね、これ凸レンズにしてよ。ねえ、それがやっぱ思いつくとこだけど。そうだよね、なんか岩でぶっ壊したりできねえな。なるほど、望遠鏡どれも確かにどれも組み合わせできないな。ねえ、これ持ってたらあの女なんかヒントくれねえかな。ああ、その望遠鏡はあって、うん、そうか、話すんだよ。うわー、はい、叩きつけろ。あ、でもアイテム一個一個に対してコメントくれんの。確かに。お、あ、やっぱりやったー、やったー、すごい、これだこれだこれだ。よしよしよし、前回よりは詰まってないな。確かに結構テンポ、ね、テンポはいいし、ノーカットでもいいぐらいの感じになってる。お、光を集めた。この状態でで、ここ火種だ。んじゃねえよ、そのつもりだろ。おお、燃えるまでには至らなかったが煙が出ている。うんうん、あ、やってみる。そこで T シャツだ。 T シャツ、なるほど。ヘルプミー、ませませ、煙が出ている。ませ今のうちだ。え、木でこすんじゃなくて、あ、ここでこすんのか。ここでこすんの。え、ここでこすんの。あんまそういう意味ないよ。なんか順番的にちょっと来た。意味ないと思うけどな、そういうもんか。しかも葉っぱねえし、そこしっくりこねえな。ふはーよ。ふはじゃねえ。体力的な限界を感じたが火を起こすことに成功した。ふはーふはー。だがこのままではすぐに消えてしまうだろう。よし来た、いけるね。シャツの出番。ヘルプミー T シャツ、ヘルプミー T シャツ、ヘルプミーしろ。遺品を、ね、何かに火を移さないと。だってえは何言ってんだ。ヘルプミー T シャツ使えよお前。ねえ、ヘルプミーしかねえだろここは。ねえ、何言ってんだ。何かに火を移すもの。え、木の枝これ以上無理だよね。木、もう一回いけ。え、これでしょ。何かに火をつかないと消えそうだわ。だって燃えるもの、 T シャツと枝しかないよな。ねえ、可燃物。火がつけば多少は燃える。ねえ、火、ほら燃やせ燃やせ T シャツ。おい燃やせよ。何やってもないんだもんな。燃やせ T シャツ、叫んじゃねえ。え、消えるよ。あ、消えたのかこれ。消えちゃった。あ、消えた。煙出てる。煙はずっと出てんだな。T シャツケイちゃんに見せてもなんか言うのは。確かに。助けてほしいな、こっちですよね。ね。え、それ私の。うわ、タイムリープしてる、また。怖っ。記憶ないんだ。それ私の。すぐ行け。え、なんでここに。え、消えそうだ。どういう。私が作った。確かに自分デザイン。怖い怖い。センスゼロ、センスゼロ。私が作った T シャツ。誰かが捨てたんですって。時代の T シャツですか。ありがとう。あ、でももう乾いたので大丈夫です。あ、でもその T シャツ、あれ。こいつのリアクション全部ずれてんな。いい、お前のシャツよこせよ。何もかもずれてんな。重くて持ち上がらない。相当だな、ね。ビリビリに破いたりもできないんだよね、だって。確かに。他だって取れるものないわけでしょ。なんか以上なさそうだよな。タイヤも無理だったし。タイヤは関係ないのかね。うん、え、ここで絶対つくと思ったのにね。ねえ。ああ。なんか揃っ。ここ望遠鏡の格好だもんね。いや揃ってそう感はあるで、船でしょ、うん、いやもっと別の視点で考えなきゃいけないんだな、このゲームは。そうね、何もない。あっ、一つやってないことありました。はい、これスライドだ。ほう、あ、タイヤを、タイヤを。確かにスライド今回使ってないな。おい、あ、ダメそうだ。全然動かせないね。しゃあ、全然動かさなかったな。はい、アン出したよ俺は。タイヤ出したからなんだよ感あるし。それもスライドね。持ち上がらないけどスライドはできると。ダメか。あ、スライド？ケイさん。意外のシャツですか？ありがとう。いやもう乾いたので大丈夫です。ずれてんだよな。でもその T シャツどっかで。私の。また言ってる。
なんでここに。おい、スライドしろ。どこからだ。おっ、あ、これもぎ取れんの。あ、石だ。なるほど、鋭い石で今スライドしようとしてたの。なるほど、いけんの。うわー、ええ、あ、いや、これは結構むずいな。切れ味やば。え、でも太いのにつく。これまずはあれで火をつけるよね。そうね、はい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 。いや、今の運だよ。いや、すげえな。でも、あそこ切り落とせるの。それは絶対気づかないわ。俺はただスライドしようとしてただけだもん。そうね、そんな発想ないもん。ふはー、まあ、太陽君結構何回かやってるぞ、ね、これ。ふはーしたな、ふはーでちょっと可愛いアピールしてんだな、こいつ。ね、ふはーして、あの女の子に聞こえるように。でもこんな太いの。頑張ってなって。おい、映さないのか、お前。あ、なんか T シャツと合わせられたりしない？対末的なさ。いけそう。いけちゃうよ。何かと合わせれそうだけどね。太い方と。あ、そっか。細いのはこするように使ったから。合体出ろ。直接。この直接。あ、来た来た来た。ナイス。もうちょっと分かりやすくしてほしいな。そうなんだよな。私の T シャツが。私の T シャツひどい。私じゃ K さんの T シャツ。K さんの T シャツが燃えちゃう。やったー。だいぶついたな。これでもう船にアピールしたら。ってことだよね。もうクリア？クリアかも。いや、来たね。いいんじゃない？見せとく、一応、計算には。一応ね、確かに、一応コメント。よくも私の T シャツを。ファイアーダンスですか？楽しい無人島ライフですね。ずっとずれてんだよな。それもいいな。よくねえわ。それもいいな。やばい。やばいやつ2人しかいないのよ。じゃあ、ファイアーダンスするわ。ファイアーダンスしよう。おーい！おーい！いくら叫んでもあの距離までは聞こえないか。でも松明がありますから。あれ松明、ね、おい松明、松明の力、松明使うしかない。え、なんか何かあの船に合図を送る方を考えるんだ。さらに別の門に火移したり。あ、そういうこと。火事を起こすの、もはや。ね、もう森とかに火つけて。え、タイヤはでももう確かにタイヤでくせえ匂いを出すの。いや、もう島ごと燃やすしかないんじゃない。おぉタイヤってそんなことできるの。やっぱゴムだからさ。大浴神とか出まくってる、きっと。そうで、真っ黒な煙、真っ黒な煙が上がっている。これで沖の船も気づいてくれるだろう。そんな簡単に火ついて、いけちゃいましたよ。やった。おー、できた。サンキュー。やったー。子供じゃない。よかったです。危機感ねえんだよ、こいつら。これで助かりますね。ずっと焦ってないんだよ。やったー。だぜ。ヘイニーちゃんが。でもサクッといったね。ね、サクッといったよ。いいじゃない。これはまあまあ。あ、確かに。なんで？冷凍し、何何しに行ってんの？船の？なんで？船の？船、漁船なのかな。やばいな。こっちの左もあるっぽいね。そうね。気になるじゃん、気になるけど。はい。いやー、やったわ。やったね。あ、ステージインフォとかあんだ。あ、そういうのあんだ。半分やったのか。じゃあ一応次のところ見せてよ。冷凍室。寒さで目が覚める。ここは冷凍室。無人島から乗り込んだ船はただの漁船ではなかった。数人の乗組員から暴行を受けて気を失ってしまう。気がつくと船内の冷凍庫に閉じ込められていた。やばいな。やっぱあいつかな。やっぱあいつか。あいつの可能性あるな。確かに。また会ったな、兄ちゃんって。大一だ。久しぶりだな、兄ちゃん。乗組員とね、確かにね。